さあ、そしたらどうしようかな。次誰にしよっかな。よいしょ。こっちから行く。ペーター行くか。ペーター、あ、ペーターいるじゃない、お外に。ペーターはね、やっぱり食いしん坊なので、ちょっとなんか食べ物を用意しようと思ったんですけど、まあやっぱプレゼントなんでね、この保存の効くね、マーマレードなんかマーマレードなんかいいんじゃないかなと思って。じゃあこれいいでしょ、これこういうのね、結構もらうと嬉しいからな。なかなか自分じゃ買えない、やたら高いな、ジャムとか嬉しいよな。包む。ほい。まあ本当はね、ケーキとか作りたかったんだけど、小麦がなくて作れなかったので、ちょっとマーマレードをね、あげようと思いますよ。マーマレードをね、あげようと思いますよ。もちろんだよ、交換しよう。これちゃんとあの作ったからな、キッチンで自分の。はい、自家製マーマレードですよ。どうだこれ、マーマレードだでしょ、好きだと思った。パンにつけて食べなね、長く楽しめるし。ありがとう、やったね。楽しいクリスマスだな、これ。すげえプレゼント交換、俺めちゃくちゃプレゼントもらえるじゃん。ペーターのプレゼントはドールハウス、ドールハウスだって。もう俺なんかがもう一番好きな、ああもう一番好きなやつじゃねえか。あー、電気つくおい、たまらんなこれ。いやこれいいでしょ、これすごーい。いや俺ほんとさ、シルバニアファミリーがめっちゃ欲しくてめっちゃ欲しくて、でもそこにちょっと手出すと、いよいよもう戻ってこられなくなるかなと思って我慢してるんだけど、シルバニアファミリーの赤ちゃんシリーズとか超可愛いんですよ。知ってます？マジ可愛いんですよ。あれこんなんたまらんな、マジでいいな。これ普通にめっちゃ嬉しいわ、やっためっちゃ嬉しいわ本当に自分がもらったみたいな気持ちになってるけど、ありがとうベータ。あのベータどっか行っちゃったどっか行っちゃった。あ、いたいたいた、サンキューなペーター。ちょっとおしゃべりしようよ。そうだよ、どういい感じ。これトナカイ来てたらなんか違うこと言ったりするのかな。クリスマスプレゼントたくさんもらっちゃったからウキウキしっぱなしね。俺もあげたからね、よかった、喜んでくれた。よいしょ。さあじゃあ次はこのままフララのところ行こうかな。フララね、フララにはね、すっごいいいものあげちゃおうかなと思ってるんですよね。やっぱフララおしゃれ女子だし、でやっぱピンクが好きだからね、このマーメイドなドレッサーをね作ってきたんでこしらえてきたんで、これ真珠1個使ってこれあげちゃおうかなって。これフララ喜ぶぞこれね。えおい、いるかフララ、サンタさんが来たよ。おそらく一番一番高価なものだと思うけど、このマーメイドのドレッサー、これじゃあ包んで、よいしょ。はい、さあフララちょっとごめんね、座ってるところ、ちょっと立ってもらってね。よいしょ。そうよ、プレゼント交換するしかないっしょこれ。はい、これ置いてくれるかな、めっちゃ置いてほしいわ。部屋にもあるでしょピンクで。はい、開けてくれ。おほほ、さすがにびっくりしてるさすがにびっくりしてるな、やっぱいいものだからかな。こんな反応されたこと初めてだ。いや嬉しい、当たって幸せものだよ。やっぱ高価なものとかだとこういう感じになるのかね。よいしょ。あたいのターン遊戯王かな。何くれるのかなフララは。よいしょ。すごい喜んでくれてめっちゃ嬉しいんだけど、今最高な気分だよ、俺も最高な気分。ミッションクリアダミン、これはいいダミンが出たなこれ。よいしょ、ドン、ミニサーキットこれもなかなかいいものくれたな、すごい。いやめっちゃ俺どうしてもこの本が読みたい、もうとにかく漫画の続きが気になってしょうがないから。フララに結構あげてんだ、そのネイルセットもあげたよな確かな。あれこれは最後だったっけ、あげたような気もすんな。ちょっと置いてほしいねドレッサーね、ピンクで可愛いじゃないね。そうそうなのよ、サンタさんコーデ気づいてくれた
でしょ。あ、本物でいいんじゃないだって。嬉しい。なんかみんなうっすらなんか本物のサンタさんにがどうこうみたいな感じで、俺が偽物感をすごい出してきたから嬉しいわ。フラルに認めてもらえて、ペオピンからプレゼントもらえないけど、やばくない？やばい。そうよ、みんないい子だからね、俺の島の子たちは。こうやってプレゼントがもらえるのよねえ。あたいのクリスマスイブメモリーがハッピーなことだらけでキャパオーバーしちゃう。ダミン。ルー大島みたいになったけど、ちょっとじゃあ写真撮ろうや。サンタさんの格好でさ、よいしょ。サンタの格好したら俺を笑ってくれて、よし。ほんじゃな、フララ、またな。来年もいい子にするんだぞ。そしたらきっとサンタさんが来るわ。よし、じゃあ次は誰かな。あー、その前にあれだな、サーキット、ミニサーキット見てみよう。おい、いいね。これさっきお店でも売ってたね。あ、動くじゃん。いいね。ミニ四駆たまらんな。子供の頃めちゃめちゃやってたな、ミニ四駆。シャイニングスコーピオンな。いいですね。よいしょ。いいね、おもちゃめっちゃくれる。はい、じゃあこのままペンタのお家に行こうかな。すごい。すごいルート取る。ここめっちゃしずえさんデコレーションしてて、これめっちゃ綺麗ね。そしてペンタにあげるプレゼントは、こちらエクササイズバイクね。ちょっとね、ちょっとやっぱなんだろうな、筋トレだけじゃなくてやっぱ有酸素運動も取り入れてもらって少しやっぱスリムになってね、もらおうかなということで、このエクササイズバイクをねプレゼントしようと思います。これもじゃあ包んで、よいしょ。あ、間違えた。まあ色はね、あんまり色がなかったわ。おい、でも赤好きだしな、ペンタ赤い服着てるし、いいんじゃないですか。なんか青とかあればなと思ったけどなかったので、のリメイクの中になかった。あ、ちょうど赤い。めっちゃ赤いの着てるわ。よいしょ、押せペンタ来たぞ。ラッピングにも自信があるんだ、だってけど持ってなくて誰も、もちろんいいんだよ、そんなぐちゃぐちゃでも構わないよ。ペンタ、ほい、ペンタからもらうプレゼントが嬉しいよ俺は。うん、もうビリビリに破いてくる、もう好きなだけ破いてくる。あ、これもなんか反応が、おお、すげえ喜んでくれた。これも効果なのか、ほんと。何くれるんだろう、ペンタ、おもちゃかな。うん、期待してた、願いが叶った。聖夜に願いが叶ったね。サンキューレモン、いいね。ペンタからのプレゼントはこちら、犬のぬいぐるみ。かわいい、ずいぶんかわいいのくれたね、ペンタね。よいしょ、どうこれ。うん、ダブルプレゼント、嬉しい嬉しいね。いつもね島の平和を守ってくれてるから、サンタさんも見てくれていたんだろうな。うん、ねえ、2つももらっちゃって、サンタさんに何もらったんだろうな。来年までいい子。いい子でいられるよ、みんな。どっかにサインとかあるよ。ああ、なんで、するぜ、サインするぜ。今考えるサインを。ちょっとまだ持ってないんですけど、トナカイより話しかけてもなんか何にもならないっぽいっすね。サンタさんだぞ。すごい。思いっきり騙されたね。お疲れ様です、いつもお世話になってます。サンタさんだよって言ったら一番いい反応してくれたな。よく見られようもないが。かわいいな。なんだこいつ、なんだお前は。かわいいな、ほんとに。ちょっと写真撮ろうかな、サンタのムキムキ見せるか。拍手してくれたわ。むっ、ペンタもな、ペンタもあのエクササイズバイク使ってムキムキになってくれ。よし、ほんじゃな。さあもう残りもあと半分ないか。よいしょ、じゃあホマレのところに行こうかなと。で、あとなんだっけ、今ペンタからもらったのが、あ、犬のぬいぐるみか。はい、かわいい、しかもピンクじゃないこれ。あ、動いてる。めっちゃ可愛いじゃん。お、すごいすごいすごい。すごい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 動くわ。いいで、おもちゃをみんなくれますね。あ、いた、ほんまあれ。
ちょっと誉れにはね、いろいろ考えたんですけど、まあ、さっきからちょっとチラチラ見えてるこのスパークリングサイダーをこれをあげようかな。ちょっと誉れの家になんか変な家具が追加されるのちょっと嫌だなと思って、すごいおしゃれじゃんそこ。でこれがテーブルの上に置いてあったらめっちゃ似合うかなと思って、スパークリングサイダー、これノンアルなのかな、サイダーってことは。ちょっと誉れは大人だからね、お酒でもいいかなと思ったんですけど、包みます。こぼれちゃうこぼれちゃうよ、絶対こぼれちゃうよ。ほまれー、チラッと俺のこと見たな今、ほまれ、期待してんのかな。うん、友情の証としてな、プレゼント交換しよう。このスパークリングサイダーをね、ぜひね、クリスマスにシャンメリーみたいなことだろ、要はね、クリスマスにやっぱシャンメリー飲むでしょ、嬉しくて顔がほころんじゃうな。せっかくだから開けさせてもらうね。プレゼントオープン、じゃーん。え、まさかそうよ、狙ってた、ほんと期間限定家具だったからな。それじゃあ今度は僕の番だ。うん、メリークリスマス、トゥーレオモン君、やったー。お前はどんなプレゼントくれるのかなね、思い出ができましたね。楽しいなクリスマス、これ開けるラジヘリじゃんめっちゃラジヘリくれんじゃん。あ、でもなんか赤くてかっこいい男の子っぽいラジヘリくれたわ、これすごいね、この2台のヘリコプターがよ、よいしょ、おすごいねこれ、ヘリ2台あるぞ、ありがとうホマレ、いいね、褒めてくれたでしょ。でもっとおしゃべりしようぜ、うん、今日はね、みんな2つもらってまた明日から頑張らなくちゃね。そうだね、大人だな、やっぱホマレは、うん、あ、でも嬉しいね、プレゼントをもらうと子供に戻っちゃうな。お前らゴージャスなクリスマスイブになった。よし、さあさあ、そしたらよいしょ、あとはみやび、みやびのところ行くか。そしたらあと3つかな。みやびお嬢様は、ああいらっしゃったね。ちょっと待って、みやびにはね、プレゼントあげるんです。ちょっと見られない、内緒にしないじゃん。みやびにはね、やっぱ今もまさに浴衣着てましたけど、この着物スタンドをね、普段もお着物着てますしね。でこれもリメイクして、椿の着物にしました。もっとなんかシンプルなやつだったんですけど、やっぱこういうお花とかこういうのの方がね似合いそうでしょ、みやび。あー見てたなみやびこっち見せたな今みやび。包む、これを入れてと。はい、プレゼントだよ。うん、楽しいね。誰かに何かもらうより誰かに何かあげる方が楽しいよな。プレゼントの交換ができたらなって。お菓子もちろん、はい、これです、どうぞ。これはかなり実用性高いんじゃないか。これがレオモさんのプレゼント、もちろん着物スタンド使うでしょ、これ素敵でしょ。うん、高価なもの、これ高価なものなのかな。私からのプレゼント、本当はあの旗織り機あげようと思った一瞬旗織り機あげようかと思ったんですけど、ちょっと邪魔かなと思ってこれにしました。さすがにあの部屋に急に旗織り機あったの。ちょっと待ってくださいね、私からのプレゼントは。うん、でももらうのもやっぱり嬉しいね。うん死なないでみやび思い残すことは何もありませんじゃないのよ。メリークリスマスだね。みやびからのプレゼントはドーン。あ、ブリキのロボットだ。みんなおもちゃをくれるんだな。じゃん、あら黄色、俺が黄色好きだって知っててこれにしてくれたの、かわいいね。これ動く、すげえ光って動くわ。これかなり高いんじゃないか、ブリキのロボット。サンキューみやび、嬉しいよ。うんでしょでしょ、そう今日はこれでいこうかなって。なかなか似合ってるでしょ。うん、うん、よかったよかった。2022年のクリスマスもいいクリスマスにし、今日の日記あなたとのこといっぱい書いて日記書いてもんな、みやびな、かわいいな、みやび。さあさあ、それでは、ラストあと2つかな。じゃあまずミラコにあげましょうかね。ミラコにはあのね、ずっと前からそうだったんだけど、いまだにさ寝袋で寝てるじゃん。それがずっと気になっててかわいそうだなと思ってて、なんでミラコにはベッドをあげようと思ったんですけど、ただうちにあるベッドがね、この夢川のベッドってこれしかなかったんですよでもこれ良くない？これもともともっと夢川だったの。
あまりに夢かわすぎてちょっとミラコの家にはっていうかイメージに合わないかなと思ったんだけど、リメイクしたらねちょっといい感じの、これなんかお花柄だしね、これだったらね、ミラコああ見えて結構女の子だから、なんかぬいぐるみとか置いてあるのめっちゃ燃え、ミラコの家にこのベッドあったらめっちゃ燃えるが、よしこれでいく、これでいきます、包むと、これぜひ置いてほしいね。ミラコやっとふかふかなベッドで寝れるな、クッションとぬいぐるみに囲まれて喜ぶぞこれ。ミラコ、あ、筋トレしてるわ筋トレしてる子に夢かわなベッドあげるね今から。よいしょミラコ、ねえ、やっぱプレゼント交換でしょ、もちろん交換しようぜ。ミラコにはこれをねあげます。大丈夫かな夢かわなベッドなんかめちゃくちゃ重いだろ、そんな両手でポンって持てる重さじゃねえぞ、夢かわベッドだぞこれ。あ、贅沢なプレゼント、あ、喜んでくれた、ね、えぜひ置いてほしい、いやいやそんな気なんて使ってないよ、めちゃめちゃ悩んで選んだけど、はい、1時間ぐらいみんなの悩んでたからな、リメイクの時間あったら2時間しかかったんじゃないかね。ありがとう、大切な人とね過ごせる素敵なクリスマス。あ、ドールハウスだ、嬉しい、これ可愛いから嬉しいわ、筋トレしてるな、めちゃくちゃ筋トレしてる、でしょ、なかなかいいでしょこれ。ミラコは浴衣着てるけどミラコミラコいい子好きなよマジで、あんたとはダチのつもりでいくけど、このクリスマスきっかけでまた一つ、もう大の仲良しよ、ミラコ一番仲良しよこれ、最高の気分、ね、でも君がいれば毎日がクリスマスよミラコ、この俺の島では毎日がクリスマス、ふっミラコと二人でね体を鍛える、いいね、ん、どうだ、ん、やばい顔やばいよミラコ、よし、じゃ頑張ってな、筋トレして夢川ベッドでなゆっくり体休めてな、もう寝袋は卒業だ、じゃあな、よし、さあそれでは、ラストですねプレゼント、これで最後のプレゼントになりますが、やっぱ1号もね寝袋で寝てるんだよねずっと、それもやっぱりかわいそうなんでベッドをあげようと思って、まあいろいろと考えたんだけど、やっぱ1号がね、喜ぶものでかつベッドっていうことでね、この、プレスベンチこれあの寝れるからちゃんとこうやってこれが一番いいでしょうねえ、朝起きた瞬間に筋トレできるし、筋トレして疲れたらそのまま眠りにつけると、誉れに恥ずかしいとこ見られちゃったな、これは喜ぶぞこれ、最強に実用性高いし、よいしょ、あ、間違えた、ペーパーで包んで、よいしょ、包むで、プレスベンチで、ミラコからもらったドールハウスはこっちかな、よいしょ、あ、また色がちょっと違うドールハウスくれましたね、これマジかわいいな、マジでかわいいね、いいね、よいしょ、いっぱい並べたいな、よし、さあ1号、よいしょ、もう今日からこれでねぐっすり眠れるからな、よいしょ、喜ぶぞこれ、あ、1号、あ、筋トレしろやっぱ筋トレしろみんな、よいしょ、1号、俺らトレードしないか、する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 、指名戦士がお前のものだじゃあ俺、うちの指名戦士はこれ、どうだこれ、プロテインと、ねえ、いいよもうビリビリにしてくれ、なに、わあすごい、あー、これいい反応してくれた、嬉しいね、もちろんこれをねぜひ置いて寝てほしい、サンキュー、いっぱいプレゼントもらっちゃったな、やった、1号も喜んでくれたわ、よいしょ、これは、あ、またキッズテントくれたね、サンキュー、よしよし、このブラックバスだのさ、虫だの、そんなんばっかあげてるから、たまにはちょっといいものをね、あげて、これさマジで家具あげまくったらさ、
この初期の家具とかもどんどん変わってめっちゃいい家に変わっていくのかな。もっといろんなもんあげたいね。それだったら家具とかね。でそしたらもうちょっといい家になるのかな。こっち行こう。サンタさん。あ、さっきとペンタと違うね。あ、あた、あさま。かわいい。ペンタはすなんかちゃんと挨拶したもんだ。あっすみたいなしてたもんね。で、お前レモンなんて怒っちゃった。口の中噛んじゃった。かわいいな。お前らは本当に。え、サイン、俺のサインだったらいくらでもするぜ。イチゴ。ベンチプレスの裏側にサインしとくわ。来年までいい子にするんだよ。おお、こっちがお前プロテイン飲んで必死にこうやって筋肉鍛えてるのにめちゃめちゃ飴舐めてるな、イチゴは。よいしょ。いいんじゃないのこれ。生かすでしょこれ。よいしょ。よし、これでプレゼント全部配り終えたな。ほんじゃな。いやー、よかった。全員納得のいくものをあげられたわ。プレゼント、みんなのね、趣味や性格をちゃんと考慮してねあげられたから、どれも喜んでくれてよかったね。あ、キッズテント、いいね。あ、これはこれな、さすがに中は入れねえか。これはこれだけか。こんな、こんな、なんか渋い柄のやつあった。いいっすね。よいしょ。めっちゃいろんなプレゼントいっぱいもらっちゃったな。いっぱいになっちゃったね。いいね、嬉しいね。ラジコンなんてお前2つもあるからね。よし、まあ、これでクリスマスのイベントはとりあえず一通りやったっていう感じなのかな。ねえ、うん、気に入った、ありがとう。いや、楽しかったな。すげえ楽しかった。なんかほんとプレゼントをねあげられる、あげられるいい機会になったな。まあ、誕生日の子とかにはねちゃんといろいろ頭悩ませてプレゼントあげてたけど、よいしょ。まあ、誕生日がねまだ来ない子とかいるからね。よかったよかった。よし、じゃあサトウキビをここに植えたので、もう半分また新しい野菜が来たらね植えようと思います。さあ、じゃあどうしよっかな。あー、もうクリスマスのやることはとりあえず全部終わったんだけど、あカッペイさん行くか、行くか。そしたらなんかあれだな、離島にサンタを運ぶトナカイ的な感じでこのカッパがな、海はカッパが船を走らせてくれるから。よし、よろしくカッペイさん。離れた島にもプレゼントを届けなきゃいけないからね、サンタさんは。おい、いつもトナカイでシュールだな俺。なかなか南の島にサンタさんが行くぞ。野望かな。ちょっと今日は聞こうかな。この間は B で飛ばしちゃったけど。バーガーバ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 ン、はいはい、うん、はい、バー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 。壮大なんだよな、なんかいつも歌詞が毎回言ってんじゃないか。はい、今もギラギラしてるよ。いいよ。バー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 。いや、素晴らしい。これにはサンタもご満悦。さあ、今日はどんな島かな。前回はモミジの島でした。おっと、なんだこの島は。了解。じゃがいもが、これじゃがいもだよね多分。ちょっと似ちゃう。あ、じゃがいもだ。じゃがいもがなんか、待って、これ人がいや、無人島じゃないだろこれ。人がいますよね明らかに。あ、全部届け人の、おそらく誰かが住んでいる島ですけど、今ちょっといないのかな。ちょっと今のうちに全部ね、もらえるもんもらえるもんもらっとこう。よいしょ。めっちゃじゃがいも割ってんだけど、すごい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 。いいね、これはいい。フライドポテトができるぞこれ。いいで
ますね。そしてでも季節は普通に冬ですね。ここはよいしょ、繋がって、おい、すいませんね、なんか、いや助かるなこれ、助かっちゃうのこれ、もうめっちゃマジでジャガイモめっちゃ、これジャガイモじゃない野菜の時もあんのかなね。それだったら嬉しいんだけどね。まあどうせレイジがいるから手には入るとは思うけど、よいしょ、よいしょ、これもらっとこう。あ、ボトルがありますね、よいしょ。これはじゃあ普通のレシピなのかな、じゃがいもレシピかもしんねえな。拾ってくれてありがとう。僕が考えた美味しいレシピ、これだったらお料理番組で紹介できちゃうかも。作り方もとっても簡単だよ、僕らも作れたくらいだもん。美味しさは僕のお墨付きだからね。僕って天才、もんじゃよりもんじゃ焼きかな。ピーチゼリー斜め上すぎる。じゃがいもの島だけど、じゃがいもも関係ねえし、もんじゃだけどもんじゃも関係ねえし、ピーチゼリーも美味しそうね。あんなもんか。あと埴輪がね、あったあったあった、これか、これが埴輪かな、よいしょ、きたー、埴輪すごい集めたいから嬉しい。あ、これちょっと、よいしょ、まあこんなところですかね。よし、じゃあ帰りますよ。はい、サンタさん、サンタさん、南の島になんかプレゼント届けに来たはずが、めちゃめちゃじゃがいも盗んで帰ったんだけどじゃがいも畑荒らすだけ荒らしてよ、帰ったけど。